普段は冷静沈着な監督が突然キレたら、そんな監督たちがキレるのは一体どんな時なのか。今日はそんな監督たちのブチギレエピソードをご紹介していきます。組長、相手選手を突き飛ばして一発退場。大槻剛監督、浦和レッズ。2019年11月1日、鹿島サッカースタジアムで行われた J リーグ第30節、鹿島アントラーズ対浦和レッズの一戦で事件は起こりました。この試合は両者にとってどうしても勝ちたい試合。首位を行く鹿島としては、追随する横浜 F マリノス、FC 東京、川崎フロンターレらを引き離すため。一方、浦和レッズは J2 降格圏内までわずかな勝ち点差のため、残り5試合で少しでも勝ち点を積み上げたいという状況でした。試合は両者拮抗した戦いの中、72分にセルジーニョ選手のゴールで鹿島が先制。なんとか同点に追いつきたい浦和が猛攻を仕掛けます。そんな中、試合終盤の85分、鹿島の懸命のクリアボールのこぼれ球をライン際で浦和のエベルトン選手と鹿島の長木選手が激しく競り合います。一瞬早くボールに追いついたエベルトン選手がそのままマイボールのスローインにしようと長木選手とボールの間にがっつりと体を入れ、そのままボールはラインを越えるも両者はもつれ合い、エベルトン選手が長木選手に倒されるような形になります。いい流れを切りたくない浦和はすぐにスローインして攻撃を畳みかけたいところで、競り合いのすぐ近くにいた浦和の大槻監督がボールをすぐに拾い上げるも、ラインを割ったにもかかわらずまだエベルトン選手と競り合い続け、最後は同選手を倒してしまった長木選手の行いに腹を立てたのか、大槻監督は長木選手を手で突き飛ばしてしまいます。これにはホーム鹿島サポーターが激怒、審判も同監督に対しレッドカードを提示し、一発退場処分となってしまいました。普段からオールバックにし、背広姿、こわもての表情でポケットに手を突っ込みながらピッチを睨みつける風貌に、いつしかメディアやサポーターから組長と呼ばれている大槻監督。以前本人は外見が一人歩きしているだけと苦笑していましたが、いやいやどうして組長にふさわしい言動でしたね。普段温厚なミシャが珍しく激怒、ペトロビッチ監督、北海道コンサドーレ札幌。2022年4月2日、札幌ドームで行われた J リーグ第6節、北海道コンサドーレ札幌対浦和レッズの一戦でそれは起こりました。1対1の同点で迎えた後半アディショナルタイムでの出来事。札幌の金子選手が足をつってしゃがみ込んだため、ゴールキーパーの菅野選手がボールを外に大きく蹴り出します。金子選手の治療措置を経てプレーが再開。浦和レッズのスローインからのスタートですが、通常こういうシーンではフェアプレー精神で暗黙の了解的に浦和が札幌にボールを返すのが通例。しかしながらここでは浦和の選手たちがさも普通のマイボールかのようにプレーを展開させていったのです。これに激怒したのが普段は温厚な性格で知られるミシャこと札幌のペトロビッチ監督。珍しく顔を真っ赤にさせ、スタッフや関係者に制される展開に。審判も不穏な空気に気づき、試合を止め事態を収拾しようと試みます。それでもお構いなしに猛抗議するミシャ、会場は一時騒然となります。最終的には浦和のゴールキーパー西川の指示で浦和が札幌にボールを返し、事態は収まりました。かつては浦和を率い、その教え子たちのスポーツマンシップに乗っ取らない行為に対し、さすがの仏顔ペトロビッチも堪忍袋の尾が切れてしまったということなのでしょうか。お前が言うなや。ドラガン・ストイコビッチ監督、ワンジョー・フーリー。2017年6月18日に行われた中国スーパーリーグ、上海シャンガー対ワンジョー・フーリーの一戦で事件は起こりました。前半アディショナルタイム、サイドでの両チームの競り合いの中、こぼれ球を拾った上海ミッドフィールダーオスカルが突然相手選手に向かって全力でボールをぶち当てると、その跳ね返りを今度は反対方向にいた別の相手選手に渾身の力で蹴り当てるという暴挙に出たのです。この行為に広州の選手たちが激怒し、オスカル選手を突き倒すと、両者入り乱れての50人に及ぶ大乱闘に発展していったのです。また試合後には広州のストイコビッチ監督が怒りのコメントを口にしたことも話題になりました。私はスポーツマンシップに欠けた振る舞いをした我らの選手たちを許すことはできないと、まずは自らの選手たちを批判したのです。また乱闘騒ぎでレッドやイエローカードが飛び交ったものの、オスカル選手にはお咎めがなかったことに対し、ストイコビッチ監督はみんな何が起きたのか目にしたはずだし、私自身もこの目で何が行われたのかはっきりと目の当たりにした、最後は正義が勝つと、暗にオスカル選手にも何らかの措置がなされるべきだとも主張していました。こうしたストイコビッチ監督の発言に対し、お前が言うなとさらに SNS が炎上する事態にもなりました。
なぜなら日本のファンも知っての通り、ストイコビッチ監督は現役時代記録的な警告や退場処分を受けてきた選手だったからです。それにしてもオスカル選手はなぜあのようなプレーをしてしまったのでしょう。不慣れな中国生活にストレスを抱えていたのではという憶測も流れています。そんな中国でのチャレンジ初年度のオスカル選手のエピソードですが、あれから6シーズン、今もなお上海に所属する同選手。その後はすっかり交代軍の中国ライフが気に入ったのでしょう。打ち切れ試合後インタビュー。秋葉忠弘監督、水戸ホーリーホック。2022年8月20日、維新ミライフスタジアムで行われた J2 第32節、レノファ山口対水戸ホーリーホックの一戦。1対0で敗れた試合後の水戸の秋葉忠弘監督のインタビューが話題となりました。女性記者の今日の90分をどのように振り返りますかという質問に対し、開口一番、何もない、今季最低のゲームです、技術どうこうじゃない、戦う気持ち、勝つ執念、相手をねじ伏せようとする姿勢、全く見れない、戦わない、走らない、こんなのは水戸ホーリーホックの試合じゃないと語気を荒らげ、試合後もまだ収まらない自分の選手たちへの怒りの気持ちをインタビューでぶちまけた形となったのです。普通ならこうしたテンションはロッカールームでぶちまけ、インタビューには冷静に対処するのが一般的ですが、この日の秋葉監督にとってその日の選手たちのプレーぶりはどうしても許しがたいレベルだったのでしょう。その秘めたる熱血ぶりをあらわにした珍しい一幕として話題になりました。初の J1 監督は苦い経験、高橋慎一郎監督、柏レイソル。2009年シーズン、高橋慎一郎は前年度の石崎信弘監督の後を受けて初の J1 での監督就任となりました。それまでは主に育成年代に関わってきた同志にとって、そもそもトップチームを率いるということ自体初めての経験でした。そんな高橋監督は前任者のハードワークと激しいプレスをベースに、さらに新たな色として自分たちでイニシアチブを取ってボールを握るアクションサッカーを志しました。しかしながらなかなか戦術が浸透せず、チームは低迷することになります。そんな中で行われた2009年7月4日 J リーグ第16節日立柏サッカー場で行われた柏レイソル対アルビレックス新潟の一戦は0対4で柏レイソルが大敗を喫することとなりました。ミス絡みで大量失点、不甲斐ない試合をした柏に対し詰めかけたサポーターが激怒。試合後のインタビューのためにスタンド下に現れた高橋監督に対しても、高橋出てこい、サポーターに説明しろの怒声が飛び交い、スタンドを足踏みするサポーターたちによって地鳴りが響く異様な雰囲気の事態となりました。これに対して高橋監督も顔色を変え逆ギレ、サポーター席へ向かおうとするもスタッフの制止によってそれ以上の事態には至りませんでした。この時、こっちはいつでも辞める覚悟はあんだよと吐き捨て控え室に下がっていったと伝えられています。結局その後高橋監督は解任となり、チームも J2 降格の浮き目を見ることとなりました。プレー中の相手選手を邪魔するヤバい監督、ハビエル・アギーレ監督、メキシコ代表。ハビエル・アギーレの名前は日本のサッカーファンにはおなじみの名前でしょう。2014年ブラジルワールドカップでの惨敗直後、次のロシアワールドカップに向けての新たな門出として就任した元日本代表監督、その人だからです。そんなアギーレ監督には驚くようなエピソードがあります。メキシコ代表監督時代の2009年7月9日、北中米アメリカナンバーワンを決める大会、コンカカフゴールドカップ2009のメキシコ対パナマの試合で、ライン際を競り合いながらドリブルしていたパナマのリカルド・フィリプス選手に対し、同じくライン際の外側テクニカルエリアまで出ていたアギーレ監督は足を差し出し邪魔をしようとしたのです。確かにそのドリブルがラインを割って外にボールが出たかのように見えはするものの、それをジャッジするのはあくまで審判団の仕事、監督が勝手に判断しプレーを止めようと関与するなんて言語道断です。このプレーに対し一時は両者乱れての乱闘騒ぎとなり、原因を作ったアギーレ監督は退場、以降3試合の出場停止処分を受けることとなりました。以上、数々の監督プッツンエピソードをご紹介しました。皆さんにも激怒した監督のエピソードはありますか？ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。